皆さんこんにちは、カメラマンの笠子と申します。本日はポルトガルのリスボンに泊まっております。アパートメントアルファマ、というところ1泊1万6000円しますけれども、見ての通りですね、ベッドがあって、この広さっていう感じですね。で、シャワーとトイレはついているということで、1泊1万6000円ですけれども、本当にね、日本のサービスから比べたらひどいですよっていう感じで、本当今皆さん海外に行った時に日本のクオリティのホテルで考えちゃダメです。1万6000円払ってももう本当にね、3,000〜4,000円ぐらいの日本のしょうもないビジネスホテルみたいなサービスだと思ってください。で、このアルファマというアパートメント、ホテルじゃなくて、そもそも、一軒家みたいなところを何室か貸してるみたいなところで、なんか別に受付とかもなく、鍵のコードとかを、メッセージを送られてきてっていう感じなんですけど、まずね、先にいいところだけ言っておきましょう。立地はね、非常にいいです。リスボン大聖堂のすぐ裏ということで、場所はいいかなと。ちょっとね、地下鉄駅がないのであれですけれども、場所はいいでしょうと。それからね、何が良かったかって、 Wi-Fi がめっちゃ早い。こんな窓のない密室の裏路地のすごいアパートでいつ取り壊されてもおかしくないようなところにもかかわらず、 Wi-Fi がめっちゃ早いんですよ。これ本当、私は撮った写真を、が消えると困るので、海外で撮った写真はハードディスクを、ちっちゃいハードディスクをにまず入れます。そして SD カードはそのまま撮っておきます。さらに Amazon フォトにアップロードしてるんですね。そうすれば SD カード、それから外付けのハードディスク、 Amazon フォトという3つ、撮った写真が私の仕事ですから、っていう保全をしてるんですけれども、とにかくね、アマゾンフォトがクソ遅いんですよ。日本でも遅いんですけど、ここのね、Wi-Fi めっちゃ早い。もうめっちゃ今までのイギリス、ドイツの旅行したのもめっちゃここで上げれてますということで、Wi-Fi は早い。それからね、ボロいホテルにありがちな、すぐ熱いシャワーが出なくなる問題もないです。熱いシャワーも出ます。いつでも。ということで、非常にこれはいいんですけれども、なんかね、すごいおかしいのは、1日目に、僕4泊ここにしてるんですけども、1日目、こういうアパートメントスタイルなので、ホテルの常駐のスタッフみたいなのがいないので、これどうなるのかなと思って、1日目終わったら、誰も部屋に入った様子もなく、タオルももちろん変えてくれない、ゴミも捨てられない、何も清掃もしないと、そういうスタイルなのかなと。いやだけど、別に清掃しなくていいからタオル変えてほしい、タオルは変えてくれよと思って、そのブッキング .com のメッセージで、やり取りができるんですけど、タオル変えてほしいんだと言ったら、その共用スペース、台所みたいな共用スペースに、棚があると、そこにタオル取ってくれということで、なるほど、そういうことかということで、そこのね、すぐ開けたら棚にね、タオルがいっぱい入ってたんですよ。じゃあタオル変えるかということで、タオルを変えました変えましたということで、それは良かったんですけども、とにかくね、床が汚いっすよ。なんか床がすっげえ汚くて、でタオルがいっぱいあったので、これなんかムカつくなみたいな、ムカつくなっていうか、床が汚いから、使ったタオルをバスマットにみたいにして、まずそのお風呂から、お風呂っていうか、シャワー室から上がってきたところに使ったタオルをまず1枚敷いて、でもその後部屋に入ってくると、とにかくね、床が汚くて、洗ってもなんかまた足汚くなっちゃわないみたいになって、タオルが仕事もあったので、タオルをこの汚い床なので敷き詰めて絨毯みたいにしたんですよ。でもうどうせ入ってこねえんだなと思って、2日目、そしたら敷き詰めたタオルが全部撤去されてたんですよ。せっかく敷き詰めたのにと思ったら、2日目ね、たまたま2日目の翌日かな、そのたまたま昼間ちょっと一瞬帰ってきたら、
清掃しているスタッフがいて、清掃しているスタッフがなんかインド人家族みたいな感じで、なんか子供は iPad を見ながらずっと留守番みたいにしてて、なんかね、インド人の夫婦みたいな人が清掃を頼まれてるのか、まあもう清掃終わったのかなんかね、あの共用スペースの階段で弁当ですごいインド臭漂うなんかインド料理を食べてて、いや、その共用スペースの階段で食うなよみたいなことなんですけど、そしたらなんかそこの親父がなんか部屋に問題はなかったかと、水がいっぱい溢れ出してないかみたいなこと聞くわけですよ。いや、水は何も溢れ出してないと、大丈夫だったかみたいなことを言って、ひょっとして僕のいない間になんか2階から水が漏れたのか、2階のね音がすっごい人がいると音がするんですよ。だからひょっとしていない間になんか水漏れとかしてびしゃびしゃになっちゃったのかなと思ったら、僕その時気づかなかったんですけど、僕はタオルを敷き詰めてたので床が汚いから、僕の部屋に水がこぼれて水浸しになったからタオルを敷き詰めたんだと、そういうことを言ってんのかと思って大丈夫大丈夫みたいに言って、で、うん、でもこれタオルチェックされちゃってるんだなと、そこにタオルいっぱいあるけども、せっかく汚い床をそのタオル敷き詰めることで防げたのにもかかわらず、こいつらチェックしやがって1日目何も清掃入んなかったくせに、2日目ね、その敷き詰めたタオルだけ撤去しやがってずっと4日間使うつもりだったのにみたいなっていう、まあしょうがないから、まあ、またそこにあるからタオル取ればいいかと思ったわけですよ。そうしたら3日目そこにタオル全くない、タオル全くない、なんだよタオルの替えはあそこにあるって言ったのに、ある日とない日があるんじゃねえかみたいな、変えられないじゃねえかみたいなことで、もう本当になんかねいい加減なんですよね。あとすごい、そのタオルの替えはないのに、1日目だけ部屋に入らなかったのに2日目も3日目もなぜか部屋に入ってるんですよ。でなんかその、まあ、布団 の、まあ、この薄っぺらい毛布、薄っぺらい布みたいなものをとりあえずなんか畳んでくれるっていうことはしてあって、でもゴミ箱のゴミとか捨てないし何しに入りに来たのみたいな、このしょうもないペラペラのそのね毛布じゃないけどもタオルケットみたいなものをただ畳んで枕をちょっと定位置に乗せて、それで清掃終わりみたいにして、ゴミは4日間捨てねえしタオルの替えは今回はないし、何やってんだお前みたいな話で、で何やってんだよお前と思ってたら、その今日そのブッキングコム経由でメッセージがホテルから来たんですよ。なんだなんだ、またのタオル敷き詰めた件って何か言われるのかと思ったら、なんか滞在あと1日ですねと、滞在が終わったらこのブッキングコムに評価してくださいねみたいに向かってきて、何が評価しろだよお前、タオルねえじゃねえかよ、床が汚いからタオル敷き詰めてんだよお前、部屋に入って清掃したふりしてゴミ全くこの4日間捨てないじゃないかっていう、ほんとねこれが1泊1万6000円ですよもうほんとに、ま、Wi-Fi が早いのと、ま、ホットシャワーが出るのと場所がいいっていう、ま、いろいろなメリットはありましたけれども、まあまあこんなもんですよってことで、まあここの宿がでも仮にねデメリットをあげましたけれども、じゃあ他のところに1万6000円払ってももっとひどいところある可能性あるので、まあまあまあこんなもんです。本当にね日本のホテルのおもてなしとはまるでヨーロッパ違いますから、まあ、ただ本当にただもう本当になんかおかしな、なんかタオルはないしみたいなことはありましたけど、 Wi-Fi は早い、ホットシャワーはいつでも出る、まあ、立地はいい、まあ、この3つは良かったので、まあ、1万6000円ですけど、で、まあ、窓がない部屋ですからね、もう僕はもうここにポルトガルのリスボンにいるときはもう朝8時ぐらいに出て帰ってくるのが夜9時か10時ぐらいです。で作業はもうマックドナルドに毎日夜行って、
そこで、ブログの更新したりとか、メール、メッセージのやり取りとかして、まあ、ホテルであんまりアップロードするだけね、撮った写真を、とにかく Wi-Fi が早いのでということで、とにかくヨーロッパのホテルこんなもんですよ。で、特にそのホテルじゃなくて、最近物件コンブって、要はホテルじゃなくてアパートメントがあるんですよね。だからホテルじゃないから受付がいないからクレームも言えないし、そのメッセージ経由みたいになるし、なんかその清掃が入らないのか入るのかもよくわかんないし、タオルも変えてくれるのか変えてないくれないのかもわかんないし、でも時々入ってやったふりしてるしみたいないい加減しろみたいなことで、いやーまあこんな感じですよということで、初見でこんな感じですねっていうホテルのレポも上げてますけれども、4日間泊まって実情ということで参考にしていただきたいなと。まあ、ここのホテルがってことじゃなくて、まあ、ここのアパートメントがってことじゃなくて、どこもそんな感じです。ヨーロッパ本当にひどいです。高いです。これが国際基準ですから、日本のように6000円とか7000円払ってすっげえ綺麗でおもてなしがいいホテルなんて世界には皆無だと思いますので、まあ、特にヨーロッパはねひどいっていうことを覚えておいていただきたいなと思います。